しゃいませ。トシちゃん、お疲れ様。京子、どうした？お買い物の帰り。このメンバーだとマテカレーかよ。うんじゃないよお前。これはやばいぞ、また怒られるよ。じゃあ、私行くね。うん、こっそりね。今から7年前、私は幼なじみの京子と結婚し、小さな家庭を持ちました。京子は私にはできすぎた女房でした。結婚するまではフラフラしていた私も、彼女を幸せにしなければと奮起し、近所のラジコンショップで働き始めました。給料は安かったけれども、それはそれは幸せな毎日でした。しかし、あの日あの少年に出会ったことで、その幸せはもろくも崩れ去ってしまったのです。いらっしゃいませ。待て！福井博也は当時17歳の高校3年生。受験勉強のストレスでつい万引きをしてしまったということでした。万引きをしたのは初めてらしく、しかもかなり反省している様子だったので、私は見逃してあげようと考えていました。なんだよ、まだやってんのかよ。警察に連絡したの？いえ、かなり反省してるみたいなんで、今回は。何言ってんだよ、警察に任しときゃいいだろう。いや、でも親と学校関係者と連絡取れよ。店長、結局警察に？うん。でもさ、あんだけ反省してたんだから許してやった方が良かったんじゃないかなと思って。見逃してもらうために反省してるふりしてただけかもよ。うん、でもさ、そうは見えなかったんだよな。
としちゃんは優しすぎるところがあるからでもそういう俺に惚れたんでしょまあね。いただきます。いただきます。それから1週間後、私は自分の甘さをまざまざと見せつけられることになったのです。聞いてもらってもいいですか。あなたが見逃してくれなかったから僕の人生めちゃくちゃです。お返しにあなたの人生もめちゃめちゃにしますね。Yeah!
ました。あなたの番です。つまんねえの。私は一命を取り留めましたが、京子はこの世を去りました。無残な最後でした。犯人の福井は逮捕されましたが、その時の法律では17歳の少年を死刑にすることもできず、彼は生きたまま少年刑務所に送られました。死刑にならないのならば自分の手で福井を殺したい、そんな思いを抱えたまま6年が過ぎました。そしてある日、福井が仮出獄しているという噂を耳にしたのです。私は更新所に頼み、福井の居場所を探してもらいました。一つもらってもいいですか。福井博也は半年前に仮出獄してました。出所後は真面目に働いてるようですが、仮釈放中なのでおとなしくしてるだけかもしれません。本心から反省してるかどうかは本人に接触してみないことには何とも。あいつはどこにいるんですか。今は親から買ってもらったマンションに一人で暮らしてます。住所はそこに書いてあります。でも平野さん、それを知ってどうするつもりですか。復讐代行といっても依頼の内容はピンキリですけどね。精神的苦痛を与えたい、経済的損害を与えたい、社会的地位を奪い取りたい、殺してしまいたい。殺すにしてもただ相手が死ねばいいのか、それとも自分の手で殺したいのか。でも例えば刺し殺した場合、事故や自殺に見せかけるのは難しいでしょう。そんな面倒なことはしませんよ。死体を外洋に投げ捨てるだけです。死体がなければただの行方不明ですから。まあ考えてみてください。
大体のご希望には添えられますから、それ相応のお金さえもらえればね。数日後、私は更新所の男に復讐代行を依頼しました。はい、ええ、おお、よかったですね。はい、あ、いつでもお電話ください。はい、それでは失礼します。申し訳ないが、こういう商売なんでね、恨まないでくださいよ。恨むんだったら依頼人を恨んでください。とは言っても死んじゃったらどうにもなりませんけどね。依頼人はどうしても自分の手であなたを殺したいそうです。かなり費用はかかるんですけど、それだけ払っていただけたんでね、恨まれてたみたいですな。ではあとは当事者同士にお任せしましょう。お客さん、私は4時間後に片付けに来ます。ま、時間はたっぷりあるんでゆっくり楽しんでください。すぐ殺しちゃもったいないですからね。すいませんね、お金もらっておきながら。死ぬ前にちょっと聞いてもらえます？クソガキ、お前自分が何やってるのか分かってんのか？それはこっちのセリフ。あんたが俺の人生を壊した。だから俺もあんたの人生を壊した。これでチャラだろ。なのに俺6年も刑務所入ってんのよ。お前はな、今日殺してんだぞ。怒んないでくださいよ。別にあんた殺したわけじゃないじゃん。女の代わりなんていくらでもいいんだろ。お前らもな、死んじゃえばいいんだよ。お前は人間じゃねえ、クズだよ、クズ。うるせえ。
うるせえうるせえうるせえ、大した能力もないのに絶叫ばっか。その上俺の邪魔をしようとする。俺はどうしてくれ。あんた俺のマンションの前でナイフ持ってたんだってな。さっきの男に聞いて驚いちった。あんたさ、まだ俺の人生壊す気？冗談じゃない。5000万躊躇なく払いました。息子の人生を邪魔する奴を消してくれってね。本当にこの程度の復讐でいいんですか？またいつかあいつは戻ってきますよ。だからとりあえず結論を先延ばしですか。ダメですかね。さあ、まあ私はほとんど何もしないで大金を手にできたから構わないんですけどね。でもね、平野さん、多分あなたは優しすぎる。今度福井が刑務所から出てきた時に殺意を抑えきれるかどうか、私にはまだ分かりません。